渡辺優は、日本の外交官、研究者、防衛大学校教授、日本国際問題研究所客員研究員。専門分野は、国際関係論、外交論、イベロアメリカ、スペイン語、国連英検督 A 級面接官、東京都出身。整形小学校、整形中学校、高等学校を経て、1980年、東京大学法学部卒業。 外務省入省。海外では、ブラジル、スペイン、ジュネーブ国際機関代表部、フィリピン、アルゼンチン、リオデジャネイロに勤務。本省では、大和局政王第二課長、大臣官房審議官などを歴任し、中東アフリカ局兼アフリカ部審議官を経て、2013年老畜産業、新興機構理事、2015年中級馬特命全権大使、 歴史的なキューバの雪解けが進む中、2016年には、首都ハバナにおいて、キューバの国際社会への復帰を後押しするため債務、救済措置の所管の交換を行った。2019年防衛大学校教授、日本国際問題研究所客員研究員。AB、アイルランド大使に、三吉氏、キューバ大使に、渡辺氏日本経済新聞2015年10月20日付。 小学校同窓会及び中学、高等学校同窓会の合同委員会開催のお知らせ整形会、著者略歴、ジョークで楽しく学ぶスペイン語、キューバに対する債務救済措置外務省、平成28年9月20日研究スタッフ。ありがとうございます。